ロッキード14、ロッキード L-14、スーパーエレクトラとは、アメリカ合衆国の航空機メーカーであったロッキードが1930年代、後半に開発したレシプロ創発民間旅客機である。スーパーエレクトラは、同じロッキードの開発したエレクトラを拡張したタイプであり、1937年7月29日に、初飛行した。ロッキードでは114機が生産された。 また、スーパーエレクトラは、速度性能や搭載量は、優れていたが、低速時に失速する癖や安定性不良などの、問題もあった。そのため、離陸時などの航空事故も発生していた。日本の立川飛行機でもライセンス生産された。1937年10月に、ノースウェスト航空で就航したほか、ニュージーランドやイギリス、日本など世界各国に輸出され、 大日本航空が運用した。特筆すべき事項として、ハワード・ヒューズの操縦による、スーパーエレクトラが1938年に91時間で、世界一周飛行を行い、当時の最速記録を樹立している。また、帝国大学航空研究所は、シ式輸送機をベースに高高度実験記録式 B 型を開発した。 性能面ではほぼ同クラスのダグラス DC-2 を総じて上回っていたものの経済性でダグラス DC-3 に及ぶ機体ではなく市場投入も遅れを取ったこともあり海外市場では日本向けと長距離路線を中心に若干の輸出に成功したがアメリカではノースウエスト航空以外のエアラインでわずかに3機が使用されたのみであったまた ノースウェスト航空でも続発する事故により、1939年に前期が DC-3 に更新された。軍用輸送機としても成功策とは言えず、アメリカ陸軍航空隊では不採用となり、第二次世界大戦前の採用例は、日本のロシキ輸送機を除けば1938年にアメリカ海軍が1機を XR4O-1 として使用しただけに過ぎない。 その後、対戦の勃発によって、エアラインで就航していた機体がごく少数、各国軍で使用された。南アフリカ空軍は1940年中の1、次期に3機を運用したが、すぐに、イギリス空軍へ引き渡された。また、POAC の機体の数機もイギリス空軍に、徴用された。オランダ領東、インドで使用されていた、 オランダ両インド航空の3機は1942年にオーストラリアに脱出した後、同国空軍に使用された。この機体は1944年にアメリカ陸空軍に C-111 と命名された。なお、脱出に失敗した数機が日本軍に露革され、利用された。一方、イギリス海軍向けの懲戒爆撃機型のハドソン系列は、 計3000弱の大量生産がなされ、一応の活躍を見せた。ありがとうございます。